に使う？いや、遊び寄るだけだもん。おい。どうすか、いい感じの。いい感じと思うよ。油がすげえ。これはいい感じやね。このテントはあれやね。これは、ね、季節の野菜を入れるもんね。あ、実はナスとか焼きナスをねしようかと思ったんだけど、うん、もう絶対食えんだろ、うん、なんかでも最近腕ぐらいの太さのナスビがあって、玉ねぎナスだろ。それなんかこう、あ、そうす。でそれをこう薄切りにしてなんかピザとかにするっていうのも、そうそうそう、今山口県の玉ねぎナスね、あれ美味しいですかね。そうそう、萩の玉ねぎナス。さあ食べましょう。いただきます。それでは皆さん、ごちそうさまでした。いただきます。はい。まず米からいただきます。はい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 。あ、まずい、もう一杯。大丈夫じゃん、無洗米。美味しいじゃん。うん。いけるいける。大丈夫だよね。うん。あ、美味しい。一回ご飯にはかけてみたけど、やっぱ七味入れるとね、これやっぱり、うん、おお、旨味がサンビエルール、サンビエルール、上とティッシュとか梅大丈夫です。大丈夫、はい、ありがとうございます。梅、うん、美味しい。変わりますね、香るね、やっぱ七味入れると、うん、あ、一味だったらね、辛すぎるよね、うん、辛さだけが来るけ、うまっ。気温が下がったから余計にね、うまいね。寒くなったから美味しい。うん、うまいうまい。これ家で焼かれんからね、うん、匂いもすごいし、煙もすごいから。でも時々こういうのやるのがいいよね、うん、じゃないと食えへんよね。うちもこれなのにやってられんもんだって。絶対豚汁そっから先進まんじゃろ。食べても食べても減らないって言ったのが、うん、朝上がるよね、うん、とか言いながら1時間半後ぐらいに腹減ったって、ね、腹減ったと。どの口が言うんだ、どの口が、うん、絶対なるよね、うん、うめえ、うん、もうちょっと。ちょっとよ、全部食っちゃうんじゃないですか。いや食えんし。あ、いけそうだね、なんか。いや、俺に全部入れるんだよ。もうええ、もう。もうええって。野菜ばっかり。入れるな。あと、こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく。これで最後です。あと、こんにゃく。いや、入れるなって、もう。しつこいって言われるよ。いや、しつこいですから、僕。まあ、もうととしたら焚き火タイムかな。ちょっと暖を取るのに。そうだね。暖地か、あの、間を分けるとね。箸休めをしましょうか。うん、でもこんなに寒くなると思うんだったの、ね、もうちょっとなんか、いや予想はしよったら絶対夜寒いな。あと1ヶ月したらやっぱ、あ、もう来月、もう来月になったら、ね、うん、ストーブがいるね、絶対耐えられんと思う。サーカス何人、4人は寝れるけえね、これ。3人がいいとこじゃないですか。4人は狭いかも、きつ、うん、でも一応4人までな。あの DOD のテントあるじゃないですか、去年確か俺使ってたやつ、うん、あれは一応5人よってなってるけど、多分5人なの。いや、あれ3人ですよ。絶対、いや5人絶対無理やろと思いますもん。基本マイナス1でしょ、ギリギリ、多分ギリギリで5人っていう言い方するから。交渉4人って書いてたらまあ3じゃね、絶対少なくなりますよね。5って書いたら4だね、うん、だけど、あれみたいに1人よって言ったらもう0って、誰もの。すいません。嘘。しかし、これ本当欲しいな。いやいやいや、あげるあげる、あ、これこれいいよ、あげるって何か。これは、いや、これいいですよ、ほんまに。いや、こんな明るいと思わなかったから。これね、あのこのメッシがまた、ね、うん、ホヤが、ホヤじゃないけ、他のやつホヤが確か白いよね、うん、で、ガラスのやつだったっけ。あんまりこういうメッシュのやつってないんですよ、あんまり。うん、だからその分あのやっぱ頑丈っていうか、明かりの格差はあるけど、割れることはないから。そうなんですか。結構この2つで明るいよね。まあ、あれも明るいけ、下に置いてるもん、うん、うん。
まあ、あのデイツ関係はまあ余韻ぐらいのデイツは雰囲気ですよね。雰囲気、うん、あれをポンピングしたら、ね、いやまだあるよ結構。あ、本当だ。でもいや、やっぱりもう音と明るくなったよ。あ、音が変わったね。うん、さっきまで最初つけた時僕ぐらいうるさかったもん、喋るのが。そうだろうね。そういえばあの今日来る途中に狼と交渉見よう。そういえばまだ見てないわと思ってやっと見始めたんですよ。ゆっくり見る時間がなくて多分そんな暇ないでしょうからね。このカメラで撮るとよく見えますよ。結構あるな。すげえ、めっちゃ綺麗じゃないですかそれ。映るもんですね。映るもん。このカメラはもう、まあ、このためにあるようなもんだよね。あ、月を撮るために月と鳥。ああ、望遠がすげえ系、それに特化したようなもんだよね。天体と変態。よく分かってらっしゃる。変動変動集めて、もっと変にしましょう。こんな変な宇宙を、だだだ。これはロゴスかなんかのやつだっけ？じゃない。これキャプテンサックです。キャプテンサックですか？六角形はキャプテンサック。でもこの焚き火台優秀じゃけえね。うん、めっちゃ燃えるんですよ。そうそうそう、火の通りがねすごいええんよ。うん、これができる季節になったから本当にいいですよね。そうそう、夏やると暑くて暑くてね。え、日が暮れても死ぬほど暑いもんね。これからが俺たちのキャンプの時間。そうそう、だけど俺今からキャンプシーズンだったらみんなにはって言われるもん。よかった、フリース持ってきちゃって。そんな持ってきたんですか。いや寒い、絶対寒いと思うの。マジっすか。このサイトの中からぬくぬくと見る焚き火っていうのがいいですね。今から本当に最高だね。いや、ほんまそうですよね。うん、焚き火見ると落ち着くね。いいっすね。秘密結社ブランケット。えらい厚手だね、このブランケット。アストロプロダクツ。出た。そういえば俺もブランケットあるんだ。アストロ。いや、風邪ひくよりは着ちゃった方がいいと思うよ。そのあれは一年中着ちゃった方がいいよね。これいいですね。夏場でも。うん、うん。いざって時に。そうそうそう。普段枕なんですけどね。枕なんだ。ちょっとでかいな。これあったかそうだよねそれ。いや結構あったかいんですよこれ。あの風通さない系の。なるほどね、夏です。しかもみんな冬か。まだ10月っすよ。いや、まあでも冬はこれであれよね、ちょっとあったかいこうなんか飲んだら最高っすね。最高だね。コーヒー沸かす。まあそれもええね。いや俺あとカーの出しただけの荷物どうやって片付けるかがそれが一番。誰も来ないは来ないでしょうけどね、うん、あの動物が。あ、そっかそっか。そうやけ、食い物は全部。あ、食い物はダメですね、入れとかないと。残飯は全部集めておかんと。もうずっとなんか何かの気配がしてますからね。うん、おるよ、狙ってるよ、淡々と。狙ってるやつが。確実にいますよね。そうそう、ランタン消そうか。消します。そいつを。ほら、雰囲気出てきたよ、また出てきましたね、これ。いい、いいっすね。いいだろ。チョコで最後に。あ、でもほんま、赤い明かりだったら、全然明るくないですね。そうだろ、うん、あの、明るく感じないというか。でもね、足元とかは見えるんよ、それ。あの、ワット数みたいな、あれは同じってことですもんね。いや、そうそうそう、大丈夫、落ちてる。ワット数はね、落としてる。あ、あの、つくランプが違うけど。俺でもあるのかな、もしかしてこれ。いや、ないのもある、うん、ないのもある、ないのもある。あ、ないですね。それはまた爆光じゃねえぞ。何個 ?5 つ5つ爆光じゃねえぞ。
あの一回もあの最大のあれで使ったことないです。明るすぎて。それどうしたんちゅうぐらい。でもここいいよ、いい、ね、静かで。ここ冬一人で来たら乾燥だよここ、うん、平日来たら。まあ管理人さんが、うん、オーナーが寂しかったら顔出してくれるかもしれない。ここ座ったまま動かんかもしれない、うん。意外とあの長そうなカップラーメンが賞味期限切れてることが多くないですか。あの忘れてて、こういうあのキャンプ行くために買っちゃったりして、はいはい、僕はでも知らなかったのが水の期限、うん、いやあるじゃろ。あいやあれ飲めないじゃなくて賞味期限じゃないんですって。内容量を保証する2年間ぐらいとかって、うん、減ってくるってことですか。そう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 、水の場合だと内容量が減ってくる可能性があるから、で減る。でも蒸発して、隙間から、あ、出るんだやっぱり、うん、ああそういうことか。あのクリスマスの時期のスノードームとかも減ってきますもんね、水が密閉されてるはずなのに。ううので、この間千葉で台風の後でその飲料水なんか出たらしいんだけど、うん、それ賞味期限が切れてるとかっていうなんか苦情が来たらしいんですよ、うんうん、でも実際にはその今言ったように飲めないことはない、うん、ただ内容量を保証するのが、うん、あの期限が書いてあるだけ、2年間とか。そういうことなんだ。大人の日遊び。危ない危ない危ない。スパッパシートいるな、やっぱり。いるよ。買いなさい。これ囲んでみんなで歌歌わねえけど、うん、誰もいないですしね。いや、でも動画に撮られてたら大変なことになる。うん、ちょっと恥ずかしいね、後見たら。マジですかって。ほんま平日だったら多分ソロじゃないですか、乾燥じゃないですか。この状態でね。いいっすね、うん。ギターとか持ってきたら練習できますね。それは弾き放題よ。弾き放題ですよ、ね。そういうなら楽器練習するとかいいかもしれませんね。うん、ねえ。焚き火と共に。そうそうそう、うん。このまま料理ができるってのは冬は最高っすよね。そうそうそう。だけこれがあるけ、ブッシュクラフトのあの焚き火フライパンだった、うん、あれ買ったんだけどね、一回使ったきりかいね、一回使っただけ。もうくらいでしょ。やっぱあれですか、すすがとかが手入れがつれないとか、いや、なんか めんどくせえ。あこれを持っていかんようになったっけ、重たすぎて。 なるほど、うん、燃焼効率ええね。ここの下のあれでしょうね、そう、風、これから用燃えるんでしょうね、うん、これは用燃えるわ、用わかるわ、ええって言われるな。そうこれだけ本当に燃え尽きるんよ、この、うん、ね、うん、そしたら星が見えないんじゃないですか。いや、これを消す、寝転がったら消してあげるけど。よっしゃ。どう？あ、いいっすね、これは。ええじゃろ。寝転がってみると最高よ。ほんま今の時期だけっすね、これ。そうそう、冬はね、でももっと綺麗なんだけどね。もう観察するのは今から冬だね、星の観察は。ただ、勉強不足で、まあ、どれが何かさっぱり分からんじゃん。全く分からないです。あれで時々あの流れ星がシューって流れた日にはゴールドモミジ、ゴールドモミジ。ゴールドモミジ。なんでそのゴールドモミジって。知らないですか。知らん。え、CM 知らないです。何？ゴールドモミジ。え、何？マジっすか。いや、あの流れ星があったらゴールドモミジ、ゴールドモミジっていう。え、知らんよ。モミジ饅頭の宣伝ですよ、CM。知らん知らん。広島入んないからこっち。そっか、CM 入っ、うん、テレビ番組が違うのか、ね、うん、そうなのよ。 CM もじゃあ九州の CM ってことですか。そうそうそう、じゃけ慶応に九州の CM で詳しい。あ、そうなんすか、うん、何のことみたいな。いや、俺もでもレジャーシート買おうかな。いや、ええよ、こういう時の子供ネット一緒に寝転がって外見上げてごらん、違う発見があるけ。そうっすよ、ね、あの星なーにって聞かれたら困るけどね。調べるのが勉強なんだよって。それはね、自分がね、大人になって調べなさいって言って逃げたぞってみたいな。
違う。これがね。あ、秋送りに来るんだ。秋送るんか。そう。秋送りに落ちたんだけど。あれに着くんよ。だからあれどん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 捨てちゃうんじゃねえ。あ、落ちた。あ、それでね。そう、危ないよね、子供らが寄った日じゃん。ブスッと入る。今ちょうど生きり立ってるけどね。今。ここならトイレも近いっていう。うん、トイレも近いしね。バイクでソロキャンやるんだったらこの辺いいな。ちっちゃくてもこう水が流れてたら涼しいしね、ここ木陰になるし。行きましょうか。どうもお世話になりました。お世話になりました。ありがとうございました。楽しかったです。また来ますんで、はい、よろしくお願いします。お疲れ様。じゃあこれで解散でいいですかね。はい。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。どうもお世話になりました。ありがとうございました。はい。